はい、皆さんこんにちは。冬になりだいぶ寒くなってきました。ということで今日は冬の基本的な山登りの私が使っている装備紹介をしたいと思います。ではまず調理器具からいきたいと思います。こちらはスプーンとナイフとフォークが一緒になったものです。それとハンゴです。料理は焚き火でしようと思っています。で、蓋がフライパンになります。で、コンパスは後で紹介します。で、蓋、まな板、着火道具ですね。お、米、あとは水筒、これは直接火にかけれます。で、アルコールストーブ、このアルコールストーブは作ったものです。で、この前紹介したものとは穴を開けている場所が違うだけで中の構造は同じです。で、液体燃料、燃料アルコールとマッチと革手袋で、次はまあライトです。これはヘッドライトと予備電池で、ゴミ袋で、先ほどのコンパスは道がないとこ行く時があるのでそれ用に持っていきます。で、鏡ですね、遭難した時用に。で、これが携帯椅子で、これは軽アイゼンです。雪があると滑るので。で、消毒用アルコール、雨具、新聞です。で、新聞は遭難した時にビワークしないといけないので、まあ持っていきますね。まあ着火ももちろんですが。で、たまにサバイバルシートです。で、サバイバルシートの方が多分有効的だと思います。で、こちらがサバイバルベルトです。これは山菜を入れる袋。で、こちらがコールドスチールのブッシュマンナイフとファイアースチールです。で、ここには牛乳パックの切れ端が入っています。と、ピレネーのナイフ。で、次、最後がフィッシングキットです。はい、このフィッシングキットは、まあ、山登りに行った時、まあ、渓流なんかがよくあるのでそこに魚がいたら釣って食べようと思っています。はい、重りですと浮きゴムと針 1.5 号です。で、渓流用の糸と、こちら、これが針外し。で、こちらが、毛針です。で、まあ、毛針で釣れない場合は、餌を使おうと思います。まあ、ミミズとか捕まえて。で、これぐらいですかね。あ、それで、竿は、もうそろそろ買うんですが、DD ハンモック社のリュックを買います。それで、行きます。で、竿は、リールがない竿、川釣り用の持っていきます。結構コンパクトで軽いです。はい、それぐらいですかね。はい、ということで終わります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。あ、それとですね、それはまた次の動画で言います。では、さよなら。